マートル・マカティアはアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の女子テニス選手。フルゲームはマートル・ジューン・マケティアという初期の全米選手権で活躍した選手で1900年の女子シングルス、1899年と1901年の女子ダブルスで優勝した。マカティアは1899年から1901年まで全米選手権の女子シングルス。 女子ダブルス部門に3度出場した。初出場した1899年は、シングルスは、チャレンジラウンドの準々決勝で、モードバンクスに敗れたが、ジェーン・クレイブンと組んだ女子ダブルスで優勝する。1900年の女子シングルスで、マカティアーは、チャレンジラウンド決勝で、エディット・パーカーを破り、大会前年度優勝者マリオン・ジョーンズへの、 挑戦権を得たが、ジョーンズはこの大会に出場しなかったため、ここでマカティアーの初優勝が決まった。チャレンジラウンド勝者と大会前年度優勝者によるオールカマーズファイナル方式の場合、自動的に決勝に進出できる前年優勝者が出場しなかったときは、優勝記録表には、チャレンジラウンド優勝者と準優勝者の名前が記載される。したがって、 1900年の全米選手権女子シングルス優勝記録にはマカティアーとパーカーの名前を記載する。1901年の全米選手権ではマカティアーは大会前年優勝者としてオールカマーズファイナルに出場したがチャレンジラウンド勝者のエリザベス・ムーアに4から6、6から3、5から7、6から2、2から6のもセットマッチで敗れた。 1891年から1901年まで全米選手権の女子シングルス決勝は5セットマッチで行われたがマカティアーとムーアの決勝戦を最後に廃止された。1894年から1901年まではチャレンジラウンド決勝も5セットマッチで実施され、マカティアーに挑戦したムーアはマリオン・ジョーンズと5セットを戦っていた。女子ダブルス決勝では ムーアとジョーンズの組の危険により、マカティアーとジュリエット・アトキンソンの組が優勝した。これが、マートル・マカティアーの最後の全米選手権出場になった。マートル・マカティアーは長年にわたり、シンシナティ開催のテニストーナメントで活躍した。この大会は1899年に創設されたもので、アメリカのテニストーナメントとしては、全米オープンに続く古い大会である。 カリフォルニア州の死亡記録によれば、マートル・ジューン・マカティアーは1952年10月26日に、カリフォルニア州ロサンゼルスにて74歳で死去した。彼女は、生没年月日不明の人物と考えられていたが、最近の研究で詳細が判明した。ありがとうございます。